チャオ、あっちゃんです。前回かな、ちょっとね、幸せになる生き方、日本人は結構ね、自分が幸せになる生き方をするのは苦手やねんけど、フランス人っていうのはすごいもう自分軸で生きてる人が多くてね。でフランスで7年暮らして学んだ神習慣っていうことでね、書いてる人の記事があって、それをちょっと、引用させていただきますっていうことでね、フランス人がね、自分の機嫌を最優先で取るっていうことをよくするらしいねんけども、その行動何かっていうとね、何点かあるんだけど話していきましょう。好きなものに囲まれる、好きな人と一緒にいる、行きたいところには行く、やりたいことをやる、自分をまず第一に考える、人は人、他人は他人、そんなこともあるよねって笑い飛ばす、小さい幸せをかき集める、うまくいかない時もユーモアを忘れずに、日常の当たり前に感謝する、幸せを比較しない、自分にも他人にも寛容、笑った数が幸せを見つけた数で、最後に迷った時こそ好きを基準に自分に問いかけてみる。これやねんね。これで、ちょっとね、一個ずつちょっとね、あっちゃんなりの見解で話していきたいと思います。まずね、好きなものに囲まれる。例えば、まあっちゃんが好きなこと、ピンクのお洋服、ミニスカート、ロリータ、あと、おもちゃ、模型、車、ね、あとまあいろんな好きなものね。例えば、あっちゃん小さい頃ね、お人形さんが欲しかった、リカちゃん人形とかね。でも男の子やからそんなんじゃなく、トミカやってて、トミカを与えられた。やっちゃんはお人形さんが欲しかった、お人形さんと囲まれて遊びたかった。でもそこはもう規制されてでけへんのよね。日本人ってそういうところ結構あって、でも大人になったら好きなことができてね、お人形さん買ったりとか、ここに書いてあるけどね、行ってたりもするし、要は好きなものに囲まれる、自分の周りは好きなもので満たしていく。なんでそれがあかんのかな、ね、でもちろん人の目を気にしてできへんかったり、もちろん懐のこともあるけどもね。でも懐のことって言っても他のものに使ってるやん、なんでそこにお金を使わへんのかなって。要は好きなものに囲まれて生きることによって、自分の機嫌を取るっていうことを最優先にしてるよね。我慢せえへんよね。これが大事やねんね。じゃあもう一つ、二つ目、好きな人と一緒にいる。好きな人がおったら好きですって日本人言えますか？なかなか言えへんよね。でもフランス人はジュテーム、ジュテームって、誰にでもジュテーム。イタリア人なんかどういう国ね、誰にでもアモーレ言うのよ。もうナンパして当たり前みたいな、もう好きな人といつも一緒にいたいっていうのがイタリア人、フランス人、ね、そうヨーロッパの人たちとせんねんけど、日本人はなんていうのかな、ちょっとこう好きっていうのも恥ずかしかったり、なかなかね、そういう好きな人と一緒に、あっちゃんね、いつも手つないでたよ、みきちゃんとね。どこ行く時もスーパー行く時もコンビニ行く時もどこ行く時も一緒におったんよ。周りの人は陰口を言ってた、後ろ指さしてた、いつも一緒にいてるねって、いつも手つないでるね。何があかんねん、好きな人と一緒におって何があかんねんってあっちゃん思ってた。でも
日本ではそれを指さしてバカにするんよね。おかしくないかな。で、結婚する前はすごく好きでいつも手をつないでたりいつもそばにいてたかったはずなのに、結婚したら冷めちゃってバラバラになってる。寝る部屋バラバラ、絶対やったらあかんことやったっちゃうもんね。絶対一つのベッドで一緒に寝るべきやと思うよね。だって好きな人と一緒にいる大事なことやね。あっちゃんは朝起きてご飯食べて、ね、でまた夜ご飯食べてお風呂入って寝るときいつも一緒にいたい。だから朝起きて目を覚めたときに横で寝てる好きな人が、でご飯食べるときは目と目を見ながらご飯を食べる、でお風呂入るときも一緒にお風呂に入る、そして寝るときも一緒に寝る。それが本当に好きな人じゃう。好きな人やからこそ人ときたりとも離れたくないはずやのに、なんでそれをみんなしへんのかな。え、結婚して何年も経ったら冷める、よく言うよね。な、何年も経ったらそんな冷めんねん。あっちゃん冷めへんかったね。うん、昔あっちゃん10年、みきちゃんとは10年しか一緒にいてなかったけども、そんな話をしたら、10年間喧嘩もしてないしいつもそばにおったって言ったら、とある人に言われてんけども、10年目まではまだまだ新婚、そこからはだんだん冷めてきて、どこの家族だって冷めてくね、なわけないって。あっちゃんはもうおじいちゃんおばあちゃんになってもいつも手つないでエスカレーターでチューするような、そんなおじいちゃんおばあちゃんを目指してたね。なんでかって、これフランスのオープランタンっていう百貨店でね、あっちゃんがカルティエ買いに行った時やねんけども、エスカレーターの時に前に老夫婦がおったんよ。白髪のおばあちゃんとちょっとハゲたおじいちゃんで、そのおじいちゃんとおばあちゃんが手つないでおって、ああよくある日本でもある介護に近いものかなと思ったら、違う違う、エスカレーターでチューすんねん、いきなり。さすがフランス人と思ったね。一目も気にせずね、かっこよく、あっちゃんそれ見た時かっこええな、あんな夫婦になろうねってミキちゃんって言ったもん。そういうのが大事ちゃうかなと思うよね。だからここがフランス人のね神習慣やと思う。3つ目、行きたいところに行く。行きたいところに今行く、行かへんかったら後悔すんねん。なんで行きたいとこ行かへんの。そういうやっぱり自分のね、いやーどこどこ行きたいなって思った時に行かへんかったら機嫌悪くなるやん。じゃあ機嫌、自分の機嫌取るためには行きたいなと思ったら行ったらええねんね。次、やりたいことをやる。やりたいことやらへんな、機嫌悪なれろ。だから自分が機嫌良くするためにはやりたいことをやる、大事なことやねんね。これ今まで言うてきたこと、ちょっとまとめるけど、今4つ目まで言ったけども、好きなものに囲まれる。欲しいと思ったら買えよっていう話、手に入れろよって。好きな人と一緒に、好きな人とずっと一緒におったらええやん。好きやったら好きって言って一緒におったらええやん。好きなところ行く、行きたかったら行ったらええやん。やりたかったらやったらええやん。そうやね、結局自分のしたいこと、欲しいもの諦めたらあかんねん。やっぱりそこをすぐにする。だって車が欲しいな、無理してでも買うたらええやん。買えへんもん買われへんね。今ね、ランボルギーニベネーノが欲しいね、3億円、さらにプレミアついて、買えるわけないわそんなもんでも1000万ぐらいやったら無理して買えんことないやん、人生ね。それがそこまで情熱あんねや、買ったらいい。いや1000万のらフェラーリーな、ランボルギーニな、欲しいねんけど買われへんなと思ったらトミカ買うといてやん、プラモデル買うたらいいやん。いつも欲しいもの、好きなものに囲まれてたらいいやん。で、あっちゃんも、はい、で、5つ目、自分をまず第一に考える。まず自分がやりたいけども人の目、自分がこんなこと知りたいんだけど、誰か優先にじゃなく、まず自分を第一に考えなあかん。まず自分をおろそかにしたら他人のことなんて大事にできへん。自分を大事にするからこそ他人を大事にできんねんね。自分が幸せやからこそ他人に幸せを与えられんねんね。まず自分を第一に、自分が一番よく、今一番ベストな状態、ベストな状態の時は余裕があるから他人に施せるけど、余裕のない時に他人に施しなんて絶対できへんねんね。だから自分を第一に考えていくって大事なことだと思うね。で、6個目、人は人、他人は他人。もうこれまさにこれやね。日本人って、人は人、他人は他人、そうとはないんよね。自分は自分、人は人、他人は他人。これって絶対ね、なんていうのかな、もう人がどう思ってようが関係ない。あっちゃん、ピンクのミニスカート履いて女の子です。
女の子として生きていきますって、だから私は女の子だからピンクの、ミニスカート履くねん、年してあんな短いスカート履いてあんな尻見えてんで、年してあんなピンクのチャラチャラした服着て、年相の服着たらいいのに、着たかった自分で着とけよって。私はピンクでミニスカートが履きたいねん、だからそれ着たらええやん、誰に迷惑かけた、尻見えて迷惑や、見るなよ見たお前が悪いんじゃっていう話なんでね。だから本当に自分がやりたいことをやらんとね、人のことなんて、人は人、他人は他人、ほんまに自分は自分、他人は他人なんよ。他人がいいか悪いかじゃねえ、自分がいいか悪いかやねんね。まず自分の機嫌は自分で取ろうよっていう話、7個目、こんなこともあるよねって笑い飛ばす。辛いことあった、失敗した、こけた、詐欺られた、予定が崩れた、事故した、大失敗して怒られた。その時に、ああ失敗した、事故した、痛い目に遭った、どうしようかな、お金回らへん、今月ちょっと支払い足らへん、どうしようかな、そんな時もあるよ、ええ時もあるしって笑い飛ばしたらええよね。だって失敗したからね、お金がなかったから、支払い回らへんかったら死にますか、死ないでしょ、死ぬこと以外かすり傷よ、そういうことなんよね。だから結局笑って乗り越えたらええのよ、あっちゃんそう思う。だからあっちゃんいつもそうやんねんけど、ええ加減な人って言われんねん、日本では。でもフランスではそれで OK らしいのよね。だからそんなこともあるよねって笑い飛ばせる人生を送るのが一番ちゃうかな。で8つ目、小さな幸せをかき集める。これあっちゃんがやっててね、もうちょっと最近やってないんだけど、夜寝る前に小さな幸せ見つけましょうって、この風習がすごい大事やってあっちゃん言ったやん。だから今日何をしたかね、今日ちょっとあちゃんコンビニでアイスを食べた、暑かったから、美味しかったん、幸せやってね、それでええのよ、ね、でまあちゃんに結構ね、家族で回し食いするんだけど、3人で3種類のフレーバーを買って3人で回し食いしたら3つの味が楽しめる、それと家族全員で笑顔になれる、幸せやん、小さい幸せやん。それを叩くしてバカも言ってるけど、叩く暇あったら自分の時間に切るよって話。だからそういうとこでやっぱり小さい幸せを自分でかき集めることができる。どんだけいっぱい小さい幸せはみんなあんのよ、嫌なこと辛いことあってもその中に小さい幸せって何個かあんねん。それをかき集めて今日幸せだったよって気づかなあかんのね。それができへんっていうのがやっぱり自分軸で生きてないからね。だからあっちゃんはみんなに提案で小さい幸せ持ち寄りましょうって言うけども、あんまり書いてくれへんだよね。固定で書いてくれる人何人かおったけども、やっぱりね、だん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 再生も落ちてきてましたけど、もういいやと思って最近出してないけどね。やっぱあっちゃんは小さい幸せを書き集めると大事だと思います。何個目やったっけ、次9個目かな、うまくいかない時もユーモアを忘れずに、だからうまいこといかへんかったもね、それを笑いに変えていく。ちょっとさっきのね、こんなこともあるよねって笑い飛ばすに近いけどもね、うまくいかん時でもね、ユーモア忘れずにやっていく。だからね、自虐も言ってもええやん、人を笑わしたらええやん、人を笑わすんじゃない、自分で笑って言う前に自分でクスってやったらええやん、おもろいネタできたと思って笑ったらええやん、要は笑うことよ、ね、で10個目、日常の当たり前に感謝する。もうこれもまさにあれよね、何でもないようなことが幸せだったと思う、何でもない夜のこと、二度とは戻らない夜。そう、何でもない幸せ、日常、それに感謝する。だってそれがなくなったら二度とは戻らへんのよ。でもしょうもないことで笑ってる、そんな幸せないんよね。一番の幸せって何かって言ったら、何でもないようなことが幸せって感じられることやとあっちゃん思うね。だからこれができて当たり前
なんで当たり前で終わらす、当たり前じゃなく当たり前に感謝できなあかんのよね。だって今日晩ご飯食べられた、今日はねお金がなかったのよ、お金がなかったって塩にぎりとだしじゃこだけ、うん、最高の岩塩で握った塩にぎり、最高に美味しいよ。ご飯食べられて幸せやんか。え、今日カップ麺しかなかったん、カップ麺食べて、カップ麺食べられて幸せやん。食べられへん日だったんねんで、ね、そう考えたら日常の当たり前に感謝できるよね。その違い、え、何個目やったっけ、もうわからんなってきた、12個目ぐらいかな。幸せを比較しない。みんなね、誰々幸せやな、誰々がどうやな、どこどこどうやな、他人と比較したって幸せなんて本当にそれが比較する対象でしょうかね。生まれつき裕福な家庭に育った人と貧乏な家庭に育った、その時点で貧乏に育った時点でもう負けてるんじゃない。そんな比較必要ないね。貧乏で生きてようが幸せで生きてようが、今自分が幸せかどうかやねんね。誰と比較してんの、なんで比較すんの。物差しは自分にあるんよ。自分軸で生きろっていう話やねんね。うん、完璧にね、比較してる時点で他人軸なんよ。だから他人を叩いたりするようになってくんだけどね。だから自分軸で生きてたら問題ないのね。うん、で、もう分かるのできた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個目。自分にも他人にも寛容に。あのね、他人に優しくしましょうってよく言うけど、自分に厳しい人は他人に優しくできへんのよ。自分に厳しい人は他人にも厳しい。他人に寛容、優しい人は自分にも寛容、自分にも優しい。あっちゃんは世界で一番あっちゃんに甘いし、あっちゃんに寛容で、あっちゃんに優しいんで、だから他人にも優しくできると思ってる。なんでかって言ったら、自分のハードルが低いから、小さいことでも素晴らしいねって思える。うん、だから他人にも寛容になれるんやと、あっちゃんもね。13個目、笑った数が幸せを見つけた数ね。やっぱ1日かけて笑える時は幸せよね。ってことは、クスって笑ったらもうそれは幸せないよ。それが幸せが見つかった時の数だから、いっぱい笑ってくださいって感じね。うん、それと最後、もういろんな選択肢、迷ったらどうするのか、迷ったらね、もう自分が好きか嫌いか、やりたいかやりたくないか。例えばこんな仕事入ってきた、どうしようかな、やろうかな、やらんとくかな。その仕事が好きやったらやったらいい、嫌いやったらやらんないやん。欲しいもんがあんねん、こんな難しい道があんねん、好きやったらやったらいい。あっちゃんは好きやったらやる、ほんまに面白いか面白くないか、楽しそうやなと思ったらやったらいいねん。何でもいいのよ、自分の中で、あ、やってみたいなと思って興味が湧いたらやればいい。なんでそっちを選ばへんのかっていう話だよね。わざわざ面白くない道選ぶ、仕事やもんっつって面白くない道選ぶんじゃなく、仕事でも楽しい道選んだやん。だからあっちゃんは YouTuber やってんだけどね、めちゃくちゃおもろい仕事ですよ。まあ、そうやってね、やりたいことをやっていく、それが大事ちゃうかな。これがあのとある人がフランスで7年間暮らして学んだ、日本では手に入らへん神習慣っていうことでね。だから、日本ではね、そういうね、なかなかこれをね、みんな日本人の美徳とか日本の侍魂とかで言うけど違うんよね。ほんまの侍魂っていうのは意外とこういう生き方をしてるの。でもこれは昔侍は大和魂は困難やったっていう洗脳が、第二次世界大戦の後 GHQ によって、メディアを使ってされたよね。そこで洗脳された日本人が今の日本人、
本来日本人はフランスの人民のようにこういう生き方をしてたんじゃないのかなとあっちゃん思う。本来日本人っていうのは縄文時代の話やで、あっちゃんなんて生まれるどころか縄文なんて見たことも聞いたこともないけどもね、本来日本人縄文人はこういう生き方をしとったんじゃないのかなと思ったあっちゃんでした。だからね、結局やっぱりね、何かって言ったら自分軸で生きる、それが一番大事なことだと思います。ということで今日のあちゃんの話よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。めっちゃ長い動画になってしまった、ごめんね。またね、バイバイ。最後までお付き合いありがとうございました。